皆さん、おはようございます。急に F です。先日、アヌビスゾウカブトが洋室を作りました。ですが、作った洋室の向きが悪いようで、壁に向かって作ってしまっています。今日は、この洋室を露天掘りにしてみて、様子を見てみることにします。まずは、洋室の外壁が出てくるまで、余分なマットを取り除きます。この時、相手はサナギかもしれないということを頭に入れて暴いていきましょう。ひっくり返すとか、いつか事故を起こすかもしれません。事故を起こしてから後悔しても遅いので、慎重に暴いていきましょう。壁側に洋室を作る、それをひっくり返すということは、ひっくり返した際、一番高い部分にザナギが来るので、ポロッと落ちる可能性がある。そういうことです。サナギが転げ落ちたらどうなるのかを想像してみてください。全容でも同じです。全容になりたてならいいけど、サナギになる寸前の全容は、それはサナギです。と、説明してる間に、洋室の壁面にたどり着きました。ここからは慎重に暴いていきます。今回は、側面から全容になっているのが確認できているため、暴きますが、もし確認ができていない場合、中型や大型の兜であれば、洋室を作ったのを確認してから、2週間ほど待てば、全容になっています。全容になっていなければ、暴いたことによって、今作っている洋室を壊し、新たに洋室を作ろうとします。そうなれば、余計な体液を使い、サイズダウンは間違いないです。この状態が全容です。全容状態では、屈伸運動しかできません。もし早すぎると、屈伸運動ではなく、波打った動きを行います。そのような動きをした時には、暴くのが少し早かったということになります。完全に全容状態になっていなかったとしても、また、潜るのか、それとも、そのまま全容になるのか、他にも確かめる箇所があります。お尻と足です。まずお尻を見てください。お尻にはシワができています。これも全容の特徴です。そして、肛門部分ですが、まだ、中に、うっすら黒いものが見えます。8日寸前になると、これは排出されます。まだ排出されていないこの全容は、サナギまでもう少しかかるということです。次に足を見てください。全容になりきっていないと、足が自由に動きます。この状態だと、洋室を壊して新たに作ろうとする確率が高いです。映像のように、足がすべて同じ形で、固定されて、ロックされた状態になっていれば、もう潜ることができません。以上の3点が確認できれば、完全な全容状態と思って良いでしょう。今回の自分で作った洋室は、先端側にかなり大きな窓が見えていたので、少し狭いように感じます。狭い洋室では、胴角が折れてしまう可能性があるので、今回は人工洋室に移してあげようと思います。というわけで、今回は人工洋室の作り方、かっこかぶと編、かっこ閉じる、をお送りしようと思います。まず用意するのは、園芸用吸水スポンジ、通称、オアシスと呼ばれるものです。ダイソーなどの100均などで手に入ります。これは定番なので、詳しい説明は不要ですね。まず、最初にオアシスを入れるケースに合わせてカットしていきます。この時、
ケースギリギリに切るのではなく、少し余裕を持たせてください。後で微調整をするときに、キツキツでは出し入れがしにくいのと、洋室に角度をつける方法を後で行いますので、隙間はあった方が作業がしやすいです。次にノギスを用意します。ノギスでなくても長さが測れるものなら何でもいいです。順番を間違えました。まずはオアシスを包んでいた厚紙をこのように切っていきます。先端をこのように切ります。先ほど切った厚紙で幼虫が作った洋室の一番広い部分の長さを測ります。こうやって測ってから作ることによって幼虫が自分で作った洋室をコピーすることができます。ここを大体とか感覚でとかで作ってしまうと、広すぎれば起き上がることができなくなり、床不全に、狭すぎると羽などが当たったりして、やはり床不全になる可能性があります。慣れてる人は感覚で作ることができると思いますが、不安な人はこの方法を試してみてください。横幅はきっちりと測りますが、長さに関しては特に決まりはありません。長めに作っておけば問題ないでしょう。では掘っていきます。掘り方に関しては、浅すぎると羽化するときに成虫が上に上がってきてしまうので、少し深めに掘っていきましょう。後で指で鳴らしますが、その時に少し幅は広げることができます。引いた線より少し手前を掘ってください。ギリギリを攻めすぎると線より広くなってしまうので気をつけましょう。ここからは形を整えていくのですが、まずは霧吹きで表面を濡らします。こうすることによって粉が舞わずに作業がしやすくなりますので、おすすめです。では指で整えていきます。きれいに形を整えるだけなので、特にコツはありません。できるだけ引っかかりがなくなるように、平らにしていきます。自分が気が済むまで撫でていきましょう。気が済んだら完成です。
気が済んだようです。次に洋室に角度をつけるためのものをオアシスの切れ端で作ります。分度器を使うまでしなくてもいいとは思いますが、片側を持ち上げてあげれば角度をつけることができます。掘るときに角度をイメージしてとか、そんな高度なことをしなくても洋室に角度をつけることができますので、人工洋室は平たく作ってあげましょう。次に加水です。どのくらいが正解ってのは分かりませんが、しっかりと加水します。足りなければ後から足せばいいので、乾燥気味にならないようにしています。水分が安定して後日ケースの底に結露が少しあるくらいを目安にしてます。この時用意する水ですが、できれば事前に用意しておいてください。水の温度が低いと後で幼虫を入れた時に幼虫にダメージを与えるかもしれないので、できるだけ外気温に近づけた水を使いましょう。もし用意できない場合は水を含ませた後少し置いてから幼虫を入れましょう。最後に余分な水分を拭き取ります。幼虫を入れてみます。少し長さが短く感じます。もう少し長さを広げてみます。こうやって微調整をして納得がいけば完成です。これで完成です。できるだけ簡単に作れるようにまとめたつもりですが、動画で表現する力が足りないので、分かりにくい表現などありましたらごめんなさい。この動画が参考になったと思った人は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今後の動画制作の励みになります。